はい、どうも皆さんこんにちはです。今回もねポケモンスカーレット&バイオレットやっていきたいと思います。さあというわけで今回はね何をしたいかと言いますと、なんとですねこの緑の仮面において秘伝スパイスが誰でも10個もらえるというねとんでもないイベントが存在するということが判明しましたので、まあ、今回はねそちらの受け取り方をね皆さんに紹介していきたいと思います。まあ秘伝スパイス10個って冷静に考えたら色違い厳選5回できるっていうねめちゃめちゃ激アツのボーナスになってるので、まあ、こんなことねめったにないのでねぜひ皆さんに全員にね受け取っていただきたいというふうに思います。てなわけでまずはですねどうやったらその秘伝スパイス10個を手に入れられるのかっていうねその仕組みの方を解説していきたいと思うんですが、まずはねこちらに来ていただきましょうか。はい、北上センターですね、ここの神社の前に来てもらいます。でこの鳥居らしき門の前をちょっとくるっとこっちに回っていただいて、でしばらく進むとここにねテーブルがあり、その両端におっさんが2人いるんですけども、この右のおっさんに話しかけるとね、まあ、このおっさんあの椅子好きなんですけども、この人にテーブルクロスを渡すとなんとね椅子を作ってもらえるんですが、まあ、このねテーブルクロスを全種類渡すと秘伝スパイス10個をもらえるというようなシステムになります。で僕の場合はですね中途半端に2つしかまだテーブルクロスを持っていないのでこんな感じで椅子しか作ってもらえないといった感じになります。ちなみに確認しておきますと、こちらスクールクロスというのは誰でもね1つデフォルトで持っていますと。で僕の場合はそれと追加で怪獣クロスねデザインが気に入ったのでこれ1個だけ買ってるので、この2つだけ持っているといった形になります。で皆さんの中でもですねテーブルクロスもう全部揃えておきましたよっていうね、もともと持っていましたよっていう人なかなかいないと思うんで、今からね僕と一緒に集めていきましょう。ってことで今からはですね全てのテーブルクロスの入手場所について紹介していきたいと思います。なのでまだねテーブルクロス揃えていない方は僕と一緒にこの動画を見ながら受け取っていきましょう。では早速ですねテーブルクロスを入手できる場所1箇所目から紹介していきたいと思います。まずここテーブルシティの西側のポケモンセンターに飛んできてください。でそしたらですねちょうどこのポケセンの裏側にこのね野原っていう、まあ、ピクニック用品専門店があるんで、こちらね入っていただいてテーブルクロスを買っていきます。はい、でちょうどね上の方に固めてくれてるのでこれまとめ買いしていきましょう。プラスボタンを押して全部ねまとめ買いしていきます。で僕の場合は怪獣クロスをもともと買ってるんでそれ以外の全部ですね買っていきましょうか。はい、で8500円しましたね。でこのテーブルシティの野原で手に入れられるテーブルクロスは1,2,3,4,5,6,7種類ですね。でこれともともと持っているスクールクロスが1つあるのって全部で今のところ8個スクールクロスを所持しているという状態になっております。ではお次は2箇所目ですね。こちら発光シティの南の方のポケセンに飛んできてもらいます。でこっからね北の方にずっと走っていって、でここね店がずらーっと並んでいるんですが、一番奥のここに野原がまたあるのでここに入ってまたね別のテーブルクロスを買っていきます。ここはね1個も買ってないんで1,2,3,4,5,5種類揃えれますね。じゃあこれ買っていきましょう。結構高いですね、2500円します。でこれで5種類揃ったので 5+8 で今のところ13種類のテーブルクロスが揃っているといった状態になっております。では続きまして3箇所目ですね。3箇所目はこちらカラフシティの西側のポケモンセンターに飛んできてもらって、もうここはねめちゃめちゃ近いです。すぐねここに野原があるのでここで買い揃えていきます。でここでは1,2,3,4,5種類のテーブルクロスが売ってますね。これも買っていきましょう。14,500円しました。でここでね5種類揃えたので 13+5 で今18種類のテーブルクロスが今のところね手持ちにあるといった形になっております。それでは最後4箇所目のテーブルクロス入手場所を紹介していきましょう。こちらですねセルクルタウンのこちら西のポケモンセンターの真ん前にあるこのねオリーブ転がしですねの女の人に話しかけます。
でそうするとですね、このように特別なオリーブ転がしに挑戦できますよというふうに言われて、なんとねこれを2分以内にクリアすると特別なテーブルクロスがゲットできるということになるんですが、まあ、これがですねなんか知らんけどめちゃくちゃ難しいんですよね。2分半っていうね、結構2分半ってねめちゃめちゃ至難の技なんですよ。っていうのもあのジムリーダーのねあのテストの時と全然コースが違うっていうね。でこれをまあこうやって坂登らせて進むっていう感じなんですけども、まあ、これねちょっとなんていうか愚直にやってても時間のロスになるんで、僕の場合はこれ、まあ、我流っていうかこれねなんか力技でこのフェンスをね思いっきり越えるんですよ。おりゃこんな感じ。ちなみにこれフェンスの外にオリーブが出ちゃうと1からスタートリスタートになっちゃうんで気をつけてください。あ、オッケーオッケーオッケー。このね力技でフェンスを越えてあげるともう一気にねこのカゴのとこまでショートカットしてくれるん であとはこれを入れるだけなんですけど、これがまたむずいんですよ。でこれね坂を登らせずにこっからゴリ押すっていう方法もあるんですよ。こうやってねこれ一回成功したことあるんですけど、なかなかねうまいこと言って、あ、いけた。あ、こんな感じです。こんな感じでもうね脳筋で転がしていくとなんとかね1分以内にクリアできるというね。はい、でこれで2分半以内に一応このゴールできたのって、はい、1分1秒とで初めてのゴールでしたので記念品を差し上げますね。これオリーブオイルは関係ないです。いいタイムでしたので、はい、まあ、10分以内なんでねこれも関係ないと。で5分、これも関係ないですね。カットパイン、はい、2分半よりいいタイムでしたのでこれ来ましたよ。ギフトを差し上げますね。ここで草むらモノクロス最後のねテーブルクロスをもらいました。でこれをピクニックポケットにしまったと。 OK、 これでですねようやくテーブルクロスが全部揃いましたよ皆さん。まあちょっとねこのオリーブ転がしはもう難関なので、僕みたいにちょっとゴリ押しゴリ押しでもうフェンス飛び越えて、でもう最後のカゴももうね横からこうゴリ入れるみたいな感じにすると、まあ何度かね2分半以内には収まると思いますので、ぜひね僕のやったようなやり方でね試してみてください。さあではねテーブルクロスも揃ったことですし、先ほどの北上センターのとこに戻りましょう。さあじゃあ鳥居の前をこれ回れ右して、先ほどのね椅子を作ってるおっさんに話しかけると、はい、これ全部見せてあげましょう。さあまずは椅子を作ってくれるみたいですね。さあこれで椅子を作ってもらいましたが、さあ続きのイベントはあるか。君のおかげでこれ以上ないってくらい新作の椅子作れたよ。しばらくはピクニックでのんびり過ごすとするよ。付き合ってくれてありがとうね。来た来た来た、ハッキーは秘伝スパイスセットを手に入れた。ピクニックポケットにしまったと。いやこれね具体的に何個って出てくれなかったですけども、全部で10個セットのようです。これ右のログに出てきてくれますかね、秘伝スパイス。今んとここのチェアのオンパレードですけども、お、来た来た来た、秘伝甘スパイス2個、秘伝塩スパイス2個、秘伝スパスパイス2個、秘伝苦スパイス2個、秘伝辛スパイス2個と来ましたね。もう全てのスパイスが2個ずつ合計10個手に入ると、まあ結構楽勝ですよね。まず3つの都市に行って野原というね専門店でピクニック用品のテーブルクロスを全部買い漁ると。で買い漁った後オリーブ転がしですよね。オリーブ転がしがまあ割とね難関なんですけども、僕のね脳筋スタイルでいけば全然いけると思います。あれ愚直にやってるとねなかなかね時間オーバーしてできないんですよね、クリアできないんですよ。まあちょっとアンケートじゃないですけども、まあ、ぜひね皆さんの色違い厳選しているポケモンですね、最近した色違い厳選ポケモンとか、あとはまあ今回手に入れたこの10個の秘伝スパイスでこのポケモン色違い厳選するつもりだよっていうのがあればね、ぜひ皆さんのコメントお待ちしております。
というわけで今回の動画ねこれで終わりたいと思います。またこんな感じでね皆さんにとってポケモンの有益な情報があればどんどんね動画で上げていきたいと思いますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。でついでにこの動画の高評価していただけると非常に嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。というわけでねまた次の動画でお会いしましょう。それでは皆さんバイバイ。Blurry vision, I fall into a trap that I made.